運の重座急行列車の花嫁深夜の急行列車東京駅の一番線を下関行きの急行の第十九列車が今やスルスルと滑り出した時刻はちょうど午後十時だった。 谷川隆二は後にも先にもこれほど思い迷ったことはなかった一体その列車に乗ったものかそれとも乗らないものか今日19列車に乗りますあなたも必ず乗ってね間違えると大変それっきり縁が切れてよ 車上結婚の日、いとこより。そういう長い電報をよこした肝心の花嫁が、まだプラットホームに姿を現さない先に、当の19列車はスルスルと動き出したのだった。隆二の思い迷うのも無理ならぬことだった。間違えると大変。それっきり、縁が切れてよ。そうだ。 乗らなななきゃ大変なことになるんだああ危ないと駅種が叫ぶ声を後ろにモーニング姿の龍二はもうかなり速力を出している列車の踏み台の上にひらりと飛び乗ったああとうとう19列車に乗っってしまったぞ龍二はまだ未練らしく手すりにつかまったまま伸び上がり伸び上がりホームを見つめていた しかしついに花嫁の姿は現れなかった彼はもう諦めてそこに投げ出してあった荷物を両手に下げるとつかつかと客車の中へ入っていったそこは最高車から2両目の三頭客車だった左側の腰掛けが一つ空いていたのを見つけたのでいきなりそこへ飛び込んだが皮肉にもその向かいは一目でそれとわかる 今結婚したばかりの新郎新婦だった龍二はポーっと顔の若くなるのを覚えた龍二の恋人いとことはどうせまともな婚礼などできようとは思っていなかった彼女というのが実に得体の知れない早く言えば疑問だらけの女性だったからだ実は後で詳しく説明するが事情があって 顔もあまりはっきり覚えているわけではなかったそういう女に見せられてしまった彼は一切の苦労を覚悟しているはずだというもののそれにしても彼女が自分から言い出した急行列車の上の婚礼が初手からこうあっさり外れてしまうとは何たる情けないことだろうそれに引き換え向かいの花嫁花婿の濃厚な光景たらなかった よく見ると花嫁は嫌におでこでほっぺたが赤く野くさい引き眉毛をしその上に大きな高島田の曲げをのせ体には芝居の引き幕くのような国際式の晴れ着をつけていたこれが「うち知らへん」などと甘ったるい関西弁をしゃべった花婿の方はロイドメガネをかけた風いのがらの男で どうしたの、ねえお前。などと東京弁をしゃべったこの変な組み合わせでいながら列車はまだ発車したばかりなのに体をすりつけたり手を引っ張り合ったりいやとても話にならぬ仲のよさだったあ,あいとこさんはどうしたろうと龍二は 姿を見せぬ今日の自分の花嫁の身の上を気遣ったもしや誘拐されたのではあるまいか彼は胸を潰されるように心配しながらポケットからゴールデンバットを1本取り出して口にくわえたそして同じポケットを探ってマッチ箱を取り出した軸木を1本引っ張り出そうとするとどうしたのか嫌に出にくい変だなと思って、 下を向いて箱の中をよく見るとなんということだ箱の軸木の並んだ上に何か白い紙が挟んであるではないかおお龍二はいぶかりながらそっと紙切れを抜き出してみたそれは二つ折りの紙切れでもちろん彼の全然知らぬものだった何だろうと思って 手の中でそっと開いてみてあっ龍二の表はみるみるうちに真っ青になった彼の背筋には電気に引っかかった時のように恐ろしく熱いものがさっと通り過ぎた彼をそんなに驚かしたものは何であったかその二つ折りの紙切れの中には実に次のような 戦慄すべき文句がしたためられてあったのである直ちに食堂車へ来たれ一番奥の左側のテーブルで待つ一切秘密を守れ他言すると何時の生命はないぞ実に恐ろしい脅迫状だった 一体こんな恐ろしい手紙を誰が出したのであろう紙切れの上には誰が出したとも記名がなかった快感の龍二はふらふらする体を腰掛けの手すりで支えるようにして立ち上がった「直ちに来たれ」とあるからには すぐずぐずしているところを見つかっては大変だどこに誰が彼をじっと監視しているかもしれないのだいくつかの客車を越えていくとやっと食堂車のドアが見えたそこを開けると正面は厨房になっていると見えて狭い廊下が右側に折れていたそこをそっとくぐるようにして進むと 間もなく高校たる明かりに照らし出された美しい食堂が一目で見渡せられるあああそこにいる奥の左の隅のテーブルに彼を待っているという人物のことは一目でそれと分かったまぶかに鳥打ち帽をかぶった検討家でもありそうな2445の男がじっとこっちをにらんでいた そしていち早く龍二の姿を見つけたと見えギロリと目を輝かすとそのたくましい顎をクッとしゃくったもう絶対絶命僕はもう汽車の流れ退屈になっちゃったよとその鳥打ち帽の男は反対の鉢にいる球児長に聞こえるほどの大声で言った龍二はオズオズとして その内房の男の前に腰を下ろしたそこへ給仕女がコップを一つ持ってきて卓上のビールをなみなみと継いだどうやら大垣と米原の間ぐらいで夜が明けるらしいねそうだね姉ちゃんと鳥内房がなれなれしく言うと給仕女はニッと笑って「さようでございます」「米原ではもうすっかり明るくなりますわ」 どうぞがゆっくりと言ってスタスタと向こうへ行ってしまった龍二は声を出してその球児音楽を止めたい気持ちに襲われそれを制するのに苦しんだ「おい騒ぐとためにならねえぞ」といよいよ鳥内ち坊は地金を出して低い声で脅かしたこうなったら。 早く申し上げるのだぞ隠すとテーブルの下から貴様の胴腹に風穴を開けちまうぞいいか脅かさんでもいいじゃないですかと龍二もついにムッとして口を開いた一体何を申し上げろと言うんですかフふフ分かっているじゃないか 貴様の花嫁はこの列車のどこに隠れているのかそれをまっすぐに申し上げろ龍二は花嫁と聞いて身を震わせた果たしてあの可れんなるいとこの上に祈難が降って湧いているのだも、僕はそんなこと知らないのです東京駅で散々に待ったのですがとうとう 来なかったんですとうとう来なかったってチ嘘をつけいや本当です何もあなたそんなごら注意をしろこの食堂では俺たち二人は仲の良い連れなんだ。化けの皮を剥ぐような態度を取ると大怪我をするぞさあ 花嫁をどこに隠した。花嫁が乗っていないのに貴様一人が乗るはずがないじゃないかさあどうだ龍二はそこで彼女からもらった手紙のことを言い出しかけてハッとしてやめたそんなことをしゃべっては大変であるどうせ大阪で落ち合えばいいということになっているんですあるいは都合でもう先へ行っているのかもしれません とにかく、僕はこの列車で出発すると言っておいたのですから、それで乗ったんです。そら、本当かと、相手は語尾に力を入れていった。嘘だったら、命はねえぞ。信じないのなら仕方がありません。この他に真実はないのですから。そう言っているところへ、 列車はにわかに速力を落とした層外には明るい夜の街が流れてゆく横浜だよし聞いておこうだが命妙なやつだしかし俺が訪ねたということを誰にも喋っちゃならねえぞ壁に耳ありで喋ったが最後だと思え これは脅しじゃないぞお礼代わりに教えといてやら列車は止まった会館は物慣れた調子に帰りじゃあ君はゆっくりここでやりたまえあっちへ着いたらすぐ頼りを頼むよと言うと肩を一つ叩いて食堂を出て行った 龍二は口の中で神様に感謝した危ないところを助かったものだコツコツ,コツ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 何か音がするそばの窓ガラスを外からたたいているのだったハッとその方を振り向くと「おお!」とうなったさっきの鳥打ち棒の男が 何か言いたげな顔をして窓ガラスを叩いているのだった龍二は仕方なく窓ガラスをカリカリと上に上げた言い忘れたかな。と開館は顔をずっと近づけもし貴様が花嫁にあったらこれを渡してくれないかしかと頼んだぞそう言って開館は素早く龍二の手の中に 小さい紙の箱を握らせたその途端に列車はごとりと動き出した龍二はぼ然と腰をかけていた給助長の方に背を向けているので一切は知られずに済んだらしいプラットホームはだんだん早く後ろへ流れ出したあんなことを言っておいてあの鳥打ち棒の男はまた列車に飛び乗るんじゃないかしら 彼はににわかに不安を感じた。彼は,はっとして窓から首を出して後方を振り返っただんだん遠のいていくプラットホームの外れに紛れもなく例の快感が立ち尽くしていた列車のビブはもう彼から2 0ートルも離れていたもういくら追いかけても飛び乗ることはできなかったあーよかった。 とうとう海岸の手を逃れることができたぞ彼は救われた喜びを隠すことができなかった「おいビールを持ってきてくれ」と後ろを向いて手を振ったその時入り口の方から一人のあでやかな女性がしずしずと入ってくるのを見た龍二はびっくりして海岸から渡された小箱をポケットの中にねじ込んだ そのちらりと見たところによるとその小箱はなんだかトルコ製らしい紙巻きたばこが入っているような彩りの美しいへん平な箱だった近の女ビールを読書でつぎながら龍司はいとことここまでたどってきたくしき絵にしの跡を懐かしげに沿ってた。 思い返してみたそれはある秋のことまだ大学に籍を置いていた龍二は彼らしい感傷的な一人旅の道を箱根から十国峠越えをして熱海にとったその途中の出来事だったが芦ノ湖畔の元箱根でオーナードライブをしている目の覚めるような美少女に会った彼女は 黄色い防水コートを着頭には赤いベレ帽を斜めにかぶりそして同じ胸のところに真っ赤なネクタイをひらめかしてさっそうと彼のそばをすれ違っていったあまりに美しい少女の姿に龍二は歩くことも忘れて呆然と車の過ぎ去った後に立ち尽くしたのだった「ああ俺はどうかしたらしい」 と深い息を胸いっぱいに吸い込みながら惜しくも彼は元箱根を後にして十国峠の方にとぼとぼと坂道を登っていった倉掛山の山鼻をひょいと曲がると山中の風景は一変してかやくさの向こうに駿河湾が見えた名だたるこの絶景もついに彼の心を引きつける力もなく龍二はぼんやり白い道を歩き続けていたところ 突然後方からけたたましい自動車の警笛が聞こえてきたはっと思って後ろを振り返ると坂道の下からクリーム色の自動車がまっしぐらに突進してくるのだった見ると車上にハンドルを握っているのはさっき彼の心を奪っていったさっそうたる美少女だったではないか「ドキン」と一つ心臓が大きく波を打った瞬間 頭がフラフラしたあ、しまったと思った時はすでにもう間に合わなかった運転台から絹を裂くような悲鳴が聞こえたと思うとガガーンうーんと言ったきり龍二の記憶はそこでポツンと切れてしまった。 それからどのくらい経ったかわからないが、やがて彼が気がついた時は、柔らかいベッドの上に静かに寝ていたのだった。はっとして目を開けようとしたが、目が開かないし、物が見えない。それもそのはず、両目には厚い包帯がぐるぐると巻いてあった。ああ目が見えなくなったのか 思わずそう叫んだ時「あら谷川さん気がおつきになったのね」「まあそんなに興奮なすっちゃいけないわ今は一番大事な時よ」「静かにして静かに」と早口に若い女の声がしてそして彼の肩先を匂いのいい柔らかな腕がそっと抱きかかえたのだった。 ごめん、そばせね。あたくしの運転が下手だもんで、あなたをこんな目に追わせてしまったのよ。ですけれど、傷は浅いそうですから、ご心配はいらないのよ。そういった少女の話に、彼は万事を了解したのだった。クリーム色の自動車を運転していたのは、衣川いとこと名乗る少女だった。いとこは本当に親切な。 そして利口な女だったそしてよほどの金持ちらしく彼をすぐこの小田原の病院の1等室に入れ4時間ほど彼に付き添って手厚い看病をしてくれた彼といとことの心が次第に近づいてやがてお互いの赤い父親のどよめきが感じられそして永遠の誓いが唇と唇との間から交わされるようになったことについては 読者諸氏も察してくださることと思うところが2週間たって明日はいよいよ龍二の包帯が取れるという日になっていとこの姿が急に病院から消えてしまった寂しさのどん底に突き落とされた龍二は目が治るとともに彼女から残された愛の誓いの手紙を幾度か読み返しては胸に押し当てた あたしはあなたのものよ。あなたはあたしにいただいてしまったよ。どうか早く結婚式の日の来るよう、運命の神様に祈ってちょうだい。呪われた子より、呪われた子。それは何のことだろう。やがて彼女は、た島にいると言って手紙をくれた。 それから新へ移った。さっぱり手紙の来ないこともあったしかるにあの日になって「今日19列車で東京駅から乗るうんぬん」という例の長文の電報が彼のところに舞い込んだのだった彼は文字通り手の舞い足の踏むところを知らないほど喜んだのであるがさていよいよ駅で待ってみると 愛しい,いとこが姿を見せないのだった龍二のがっかりするのも無理のないことだった彼がビールをなめるようにしてもう記憶の薄れて目鼻立ちも半然としなくなった恋人のことを思い続けていると誰とも知らず彼の耳のところへ生温かい唇を近づけたものがあった「あなたひどく悲観しているのね」 私知っているわ花嫁さんが欲しくなったんでしょうえ<っ>と言って龍二が振り向くよりも早くさっき食堂の入り口で見かけた農園な女がひらりと近舎のたもとを翻して彼の向かいの席に座ったおおあなたはそんな大きな声を出しちゃダメ。 女はちょっとにらみ。わかっているでしょう。汽車を降りるまでは、もう夫婦生活には飽き飽きしています。というふうに済ましていなければ危ないのよ。お、あなたは一体どなたです？あらひどいわあなた。ちゃんと分かっているくせにさ。 いとこかしら世間慣れしていない龍二は本気でそんなことを考えたいとこらしいところもあるけれど少し年が多いようだ龍二がテーブルから立ち上がると近所の女は取りすました顔で彼の後ろについてきた客車の中では相変わらず例の極彩色花嫁とロイド・花ナことが濃厚なままごとを演じていた 龍二と女とが入っていくと花嫁は急に居住まいを直した龍二は花嫁がどんな顔色を示しているかチラリと覗いたすると驚いたことに極彩式花嫁は変に厳しい視線を連れの女の方に投げかけていた「どうですおでこさん美しいですか?と」と龍二は心の中で言ってみた あらここの席空いているのねじゃああたし向こうにあるトランクを持ってくるわ何にも気がつかない金舎の女はそう言ってバタバタと向こうへ引き返していった「点々たる獅子王」。 そこへ食堂の給仕女がチラシを配ってきた「ただいま食堂は空いておりますおいしい一品料理の用意ができましたからどうぞお越しをお待ちします」と書いてあった龍二はその紙で飛びを作って飛ばしたそれは運悪く極彩色花嫁の島田の上に止まったああどうもすみません そう言って彼は手を伸ばすと顔をわからめてそれを取ったその時彼はもう少しであっと叫ぶところだったその折った紙切れの裏に赤インクで何か文字がしたためてあるのだったさっきはそんなことに気がつかなかった慌てて手の中に文字のあるところを隠して読んでみると「例の剣につき 至急あいたし、食堂の例の場所へ来たれ龍二は驚いて立ち上がった横浜で降りたとばかり思った鳥打ちの快感がやはり乗り込んでいたのだろうかそれとも一味の他のものかとにかく行かないわけにはいかなかったその途中で赤川のトランクを下げた金車の女に会ったが 彼女にはちょっと食堂に忘れ物をしたからと言いおいてあたふたと食堂車の方へ急いだ食堂は割合混んでいたおやどうしたんだろう約束の左奥の席に誰かいると思ったのに不思議にも席はガランと空いていて誰も座っていない彼は引き返そうかと思ったが また再び席を立っては、近所の女などに怪しまれて厄介だと思い、そのまま食堂に入って、例の席で相手の現れるのを待つことにした。ところがどうしたものか。相手は一向に現れないのである。5分、10分、15分たっても、誰もテーブルへはやってこない。ただし、 彼が食堂に入ると間もなく彼と反対の端のテーブルへ向かいのロイド氏夫妻がオズオズと現れてライスカレーを注文して食べだしたあんなに食べていてこの上まだ食べるなんてと彼は呆れるよりほかはなかった何かの間違いだったんだああつまらない心配をしたものだ そう思って龍二はテーブルから立ち上がったそして例の夫妻のそばを抜けて元の車室へ帰ってきたのだったおや車室を間違えたかなと彼は思ったなんだか大変自分の客車まで長く歩かされたような気がしたああここが自分の席だ向かい側の空席には 今食堂でライスカレーをつついていた新郎新婦の派手な色調の毛布がありその上にトランクが置いてあったそれから網棚には彼の荷物もちゃんと載っていたしそして金舎の女の赤側のトランクも並んでいたあの女はどこへ行ったんだろう彼は腰掛けに腰を下ろしてからいつの間にやらいなくなった女のことを考えていた 便所へでも行ったのだろうと思っていたがなかなか帰ってこない変だなぁ龍二はキョロキョロと辺りを見回したすると彼女のかけていた奥の方の腰掛けの上になんだかちょっとばかり妙なものが落ちていたそれは黒い陰気のように見えたが指先で取ってみるとぬるりと滑ってよく見ると これが真っ赤な色をしていた血龍二の心臓は旗と止まりそうになったしかし彼はむやみに騒ぐ危険を悟った一生懸命に気を落ち着かせるのに骨を折りながらなおも周囲を調べるとあったあった床の上にもポタポタと23か所血痕があったそれから目を通路の方に移すと 列車のビブの方に向かってまたポツンと欠点が落ちていたこれは大変だ龍二は初めて結婚が語る重大な性質に気がついたその出血が彼女の鼻から出たものであったにしろまた何かの触りであったにしても便所へ駆けつけるはずだところが便所とは反対の方向の通路にその欠点が落ちているのだった そこがすこぶる重大なるところだったこいつはことによると何か次の最後尾の客車にあるのじゃないかしらそう思った彼はとにかく金車の女の身の上が心配になったのでそっと腰掛けから立ち上がったそして何食わぬ顔をしてひょろひょろと最後尾の客車の方へ歩いていったところがそこには 実に肝を潰すようなことが待ち構えていたのだった客車のドアを開けて次に最後尾客車の方へ行こうとするとあら不思議そこに連結されていなければならぬはずの交尾客車が影も形も見えないのだったまるで幽霊のように闇の中に消え去った最後の客車果たしてその客車は 本当に消え去ったのであろうか機械実に機械な出来事だった失踪した女乗客そばを見るとそこには専務車掌が狭い自室で腕を胸の上に組み合わせたまま眠っているようなまた考えているような格好をしていたので。 もしもし社長さんとリュウジはガラス戸をコツコツと叩いて起こしにかかったするとかの社長は目をパチパチさせているくせに強いて威厳を保とうというふうで彼の方に顔を出した「何がご用ですか用も何も君!」とリュウジは相手ののんきさに呆れて物が言えなかった もう一両の客車はどうしたんです最後尾の客車が、いつの間にかなくなっているじゃないですか。何事かと思えば、はっはっは。と、車掌は笑い出した。寝ぼけることはよくあることですよ。まだ夜は明けませんから、よくお休みになった方がいいですよ。と、相手にしない。 冗談じゃないよ。君こそ寝ぼけていては困るよ。現に最後尾の客車が見えないのに。お言葉ですが、これが最後尾の客車です。ようございますかこんな風に私の車掌室がついているのは、後尾車両の他にはないんでございますよ。お分かりですかな。そういえばそうに違いない。 しかし龍二ははじめ明らかに後ろから2両目の客車に乗ったことにも間違いがなかった一体どこが間違っているのだろうしかし賢明な龍二はハッと気がついたこれはこの列車に何かあるに違いない現に彼が踏まえている床の上にもかなり大きい霊の欠点が落ちているのが見えるしかも何も知らぬふりをする車掌といい これはあまり突っ込むと我が身の上に危険が降ってくるぞと気がついた彼は急にひょろひょろよろめいてみせ「あはははは」「これはしっけえ」「食堂で一杯やったやつがいよいよ効き目を発揮しだしたと見える」そう言って彼はわざと滑稽な身振りで挙手の礼をするとくるりと回れ右をしてそこを去った。 しかし彼の顔は髪のように白かった座席に引き返してみるとそこには極彩色花嫁とロイドメガネはラむことがライスカレーを食べ飽きたと見えてちゃんと帰ってきていたが近所の女はやはり帰ってきていなかった赤側のトランクだけが何か物を言いたげに網棚の上から覗いていたさあどうしたものだろう 龍二ははいのぼってくる旋律をどうにかして振り落としたいものと思って懸命に考え続けたこうなると農園な近舎の女がたとえいとこでなかったにしろいとこだったにしろどっちでもよかった若い女の失踪事件とその結婚そして最後尾客車の紛失これだけでも随分と回帰極まる出来事だった 彼はふと気がついて立ち上がった。そうだ、トランクに彼女の名前がついているかもしれない。彼は伸び上がってトランクの握り手のところを探ってみた。あ、あった。かぜん、革の紐のついたトランクの名札が見つかった。彼は恐ろしいものを見るようにそれを覗き込んだ。 そこには次のような文字が読まれた東京市神田区西木町2-50笠西百合子なんだ笠西百合子かするといとこじゃなかったどうも奇怪なのはいとこと間違えたあの妖艶な女のことだったどう見てもうぶうぶしい花嫁らしい彼女だったのに 一体何のの目的があったのだろう。その上この結婚だ彼はこの客車の中に何者とも知れないが機械至極な犯罪が行われつつあるのを感じたこんなところに長いはすこぶる危険だと思った彼は他の乗客はどんな顔をしているのかと思って目をちらりと動かして斜め右の客席を見た あいけない彼がそっちを見た途端にその席にいた一癖も二癖もありげな目のギロリとした背広服の男が龍二の方をじっとにらんでいるのを発見して息が止まるほど驚いたしかも彼ら二人は言い合わしたようにパッと視線をすぐそらしてしまった「こっちを監視しているやつらは」 全体何者だろう。そうだもうこんなところにいられないと思って彼は決心した荷物を棚から下ろすとそれを両手に持ってどんどん客車を出て行ったそして全部の方へ向かって2つ目のつまり最後尾から数えて3両目の客車の中へ入っていったどこかに空席はないかと左右を見回すうちに 彼はあっと叫んでもう少しで荷物を下に落とすところだったそれは彼の立っているすぐ左にただ一人静かに眠っている年若い女性があった彼女はうぐいす色のエバァりを着て髪は近頃の流行のセトラーウェーブに縮めてどう見てもインテリらしい霊場をあるいは花嫁学校卒業生だった しかし龍二が驚いたのはそんなことではないそれは眠れるこの美女の面差しがまぶたの裏に残る疑問の花嫁いとこにそっくりのように思われたからだったしかも幸いなことにエヴァオリ霊場の前の席はちゃんと空いていてそのマスの中には他に誰もいなかったのであった龍二は早速 そこに新しい席を取ることに決心した眠るエバオリの女眠りを妨げまいと注意しながら荷物を棚に載せているつもりだったけれど列車の動揺のため龍司の足が思わず霊場の腿の内側をキュッと押してしまった彼はハッと席面する。 令嬢はびっくりして、バネ仕掛けの人形のように飛び上がった。どうもすみません。すみません。荷物の方に気を取られまして、足の方がお留守になりまして。と言ってペコペコと頭を下げた。令嬢は隆二の恐縮しきった態度を見ると、やっと安堵の色を見せてにっこりと笑った。 ここへ席を取らせていただきましたが、お飽きなのでしょうね。そう言うと霊嬢は聞き取れなかったというような表情で顔をかしげた。いえ、この席は空いているのでございましょうね。すると霊嬢はにっこり笑って、その通りですというふうに頷ういた。 恥ずかかしいのか少しも物を言わぬ霊場の前に彼は腰を下ろし初めて虎の牙から逃れて竜宮城を訪れたような嬉しい気持ちになった霊場はすっかり安心したものと見えまた目を閉じて眠り始めたこう目を閉じている霊場の顔を見つめていると彼女がいよいよまぶたの裏にある愛人いとこにそっくりに思われてくるのだった しかしどういうものか彼女が目を開いたりそれからにっこり笑ったりするとかえって別人のように見えるのだったやはりいとこではないのだろうかその時元いた客車の方に近いドアががらりと開いて誰か入ってきた実はそこに便所があったのでそこへ用達しに来たのだろうと思っているとそうではなくていきなり彼の横をスーッと と通り過ぎた2人の男があったあ例の怪しい2人連れの男だそれは前の客車で斜め右の席からこっちをにらんでいた2人の総監だった彼らはズンズンと通路を進んで向こうの客車の方へ行ってしまった「ああよかった」と粒子は胸をなで下ろした 彼は眠れる霊場の表をうっかり見とれながらこれから先真のいとこをどういうふうにして発見しどういうふうに名乗りをかけたものだろうかと思い悩んだそれから一つこの急行列車の交尾から始めて先頭までの客車をずっと見聞してこようかと思ったしかし時刻はどうもよろしくなかった列車は 星も月もない暗黒の夜の中をまっしぐらに西の方へ走っているのだ時計を出してみるといつしかもう次の日付の方に回ってまさに午前1時を指していたすると列車はもう30分ほどしてから静岡駅に着くはずだった今探しても機関車のすぐ後ろについている寝台車の中までは調べられないこれは夜明けまで待つ方が 怪我がなくて懸命の策かもしれないと思ったその時食堂の方に通ずるドアがサッと開いた龍二はハッと思った途端に扉の向こうから例のギロリ目の2人連れの総監が現れたギロリと目を光らして左右を見回す様子だったこれは大変このままでいると。 嫌でも真正面からあの連中と顔を合わさねばならなかった彼はとっさに決心をして素早く向こう側の席に移ったそこには物言わぬ霊場が花のように眠っていたのである彼は小さくなって腰掛けと霊場との影にじっと体を沈めたコツコツと靴音は近づいてくる龍二は落ち着きを失って せわしなく目を閉じたりまた開けたりしたその時隣に眠っていた令嬢が急に寝返りを打ったそうしてどういうきっかけだったかいいにおいにする頭を龍二の肩に持たせかけたのだったそればかりか彼女のすんなりとした左手が伸びて龍二の膝の上に乗ったそこにはちょうど彼の手が乗っていたので た龍二は電気に触ったようにビリビリとしながら生温かい霊場の手を彼の手の上からのけたものかどうかと思い悩んだその時意地悪く二人の送還は龍二のそばを悠々と通っていったそして通り過ぎざまちらりと後ろを振り返って 重なりあって眠っているような龍二と麗條とをのぞいた龍二はハッと目をそらして石のように硬直した見ちゃいられんのはっ。<laughs> そう言って2人はまた向こうの扉を開けて出ていったそれから龍二は急にまぶたが重くなっていつとはなしに眠りに落ちた そして前後深くの熟睡に陥ってしまった。その間に静岡駅も過ぎ浜松駅のちょっとした騒ぎも知らずそこを発車してもまだ眠りから覚めなかった列車内の惨劇隣でゴソゴソ動くものがあるので。 りはやっと眠りから覚めた霊場が小さい手提げトランクを開いて何か品物を取り出したりまた入れたりしていたプンプンと粉おしろいのようなものがにおっていた時計を見るとまさに午前3時を15分ほど過ぎていたまことの深夜だったガラス戸は白く水蒸気に曇って外は何も見えなかった 龍二はポケットからバットを一本抜き出して火をつけながら後ろを振り返って車内を物珍しそうに見回したおやすると後ろ斜めの向かい側の席にいつの間に陣取ったのか例のギロリ目の創刊が互いに頭をくっつけ合って眠っているのだったあいつは初めから僕を監視していたのだな。 なぜ僕はあんな男から監視されるんだろうこれはどう考えても疑問の女いとこに関係しているのに違いないと気がついた婚約もし愛の言葉も送ったけれど実際いとこは素性の知れない女だった箱根山中で豪華なドライブをしているかと思うと小田原の病院の一等室に彼を長いこと入院させるし そううかと思うと思急にに陳行っってしまったりするとまた東北の方から関西方面へ下るから急行列車内で結婚しようと言って彼を指定列車に乗り込ませたまま自分は一向現れてこない謎のいいとこそういえば彼女はどこか日本人離れのした快活さ大胆さがあったようだ末変わらぬ愛まで囁き 魂も身も捧げる決心をした彼だったけれど、列車に乗って以来、こう怪しい雰囲気の中に巻き込まれたのでは、いくらまぶたの裏に刻みつけられた憧れの恋人であっても、少々おじけがさしてくるのだった。そうだ。これはとんだ目に遭うかもしれない。今度列車が止まったら、下車してしまおうか。すべて手堅く出直そう。 彼女の素性もはっきりわかり、かそれから彼女の顔もよく見定めた上でも遅くはなかろう彼は急に気が弱くなったその時隣の霊場がすっくりと立ち上がった彼女はしとやかに挨拶をして彼の前を通った通る時に膝と膝とがぶつかって彼女の股から下の肉体がまざまざと感じられた このお嬢さんに率直に尋ねてみようかしら。ひょっとするとこれが本当のいとこさんなのかもしれない。間違ったとしても元々ではないか。うん、それがいい。そんなことを考えている間に、令状はすぐ奥の便所のドアを開いて中に入った。続いてガチャリとかけ金をかける音がした。リュウジは、 なんとなく妙な興奮を覚えたのだったすると続いて席を立ったものがあったそれはキロリめの送還だった彼らは急ぎ足で便所の前を通り過ぎそこで重い扉をがらりと開けて後部の客車へ行ってしまったそれはまるで霊場が便所に入るのを待っていたようにさえとれた「早く出てくればいいのに」 龍二は妙に彼女のことが気になったすると今度はまた扉の開く音がしてこっちへ入ってきたものがあったそれは初めの座席で向かい合ったロイド・ムコシと極彩式花嫁氏だった龍二のいるのに気がつかぬらしくずんずん入ってきてさっきギロリ目の相関の板先を見つけるとその後に滑り込んだその途端の出来事だった ガラガラ、ガガチャンと激しくガラスの壊れる音がしたそれはごく手近であった続いて「ーとまるで会長の叫びのような異様な悲鳴が起こった何だろう女の声だ客車のうちに眠っていた人まで一斉に羽をきて 隆二の席の方へわーっと殺到した実にその異様なる悲鳴はすぐ隣の便所の中から響いたのだったどいたどいたさあどいたどやどやと荒々しい足音が後部の客車の方から近づいたそれはいつの間にか列車に乗り込んでいた警察隊だったもし隆二が目覚めていたとしたら この警官たちが浜松駅から乗り込んだことを知っていたはずだった。おい、開けろ開けろ警官はどんどんと扉を叩いた。おい、元気を出して掛け金を外すんだそんなことを叫んでいるが、中からは何とも答えがない。その時、ロイドメガネの花婿氏がずかずかと前に出てくると、 針金の折れたようなものを扉の隙間に差し込んだ。そしてしばらくガタガタやっていたが、そのうちにつっと身を引いて。さあ、開きましたよ。と言った。警官は物も言わず扉をガラリと開けた。おおなんという無残。そこには、あの飛び色の絵羽織を着た物言わぬ令状が、 ちょうど心臓の上と思われるところに変な形の探検を刺されて倒れていた胸のあたりは一面明けに染まって見る者の目を覆わせたのだった誰がどこから現れてこの美しい霊場を刺し殺したのだろうあっ窓ガラスが壊れてる誰かが叫んだそうだ さっきガチャンと言ったのはそのガラスの壊れる音だった殺人鬼はどんな方法で霊人を殺したのだろうまたなぜ彼女を殺さねばならぬわけがあったのだろう車内非常線列車は騒ぎを乗せたまま 豊橋駅の中に入っていってた列車の屋根の上をガタガタと走り回る音がしきりに聞こえたガヤガヤと例の壊れた窓の上で喋り合っている声がしたこの綱をこうして客席の屋根に結びつけそして綱を伝わって犯人はぶら下がったそうだそして外からガラス戸を壊し そこに居合わせた被害者の胸にあの探検を突き刺したんだよしそれで大体分かった綱はそのままにしておけ何もう発車だってあ,ああお降りる降りる二人ばかり残ってあとはみんな降りろそれでも停車時間が少し過ぎたが急行列車は間もなくごとりと動き出した警官が飛び乗っては だだんだんと通路の方にはみ出してきたすると金ピカの警部らしいのが怒鳴ったさっきの豊橋で降りた乗客は何名だった3名です土地で身元のよく知られているヨボヨボのじいさんばあさんばかりですまず犯罪に無関係でしょうなそれならよしあとは名古屋駅まで無停車だ時間にしても1時間20分ほどある その間にすっかり乗客を笑い上げるんだどうやらこの急行列車は蟻の入れる隙もないほど警官隊で固められているらしい警官隊はどうして浜松駅から乗り込んだのだろう警部殿この二つの犯罪は別に扱いますかと誰かが耳寄りな質問をかけたいや一緒に扱ってよろしい 鈴川の線路の上に突き落としてあった花嫁おももの死体にも今度の場合と同じように白人の探検が差し通してあった犯人は同一だあるいは同じ仲間だと言える一緒のつもりで洗うんだぞ鈴川に落ちていた花嫁おももの斬死体龍二はハッと胸をつかれたように思った 鈴川といえば沼津と静岡の中間にあったそれは食堂車で彼と知り合いになった農園な女が疑問の結婚を残して失踪したのもちょうどその鈴川あたりになっていたやっぱりあの女は殺されたんだそしてその死体は列車の後部からレールの上に放り出されたんだろうどうしてあの女も殺されたんだろう 思思えば不思議なことだった鈴川で死体になっていた花嫁おももとかいう女は食堂で彼と近づきになり一緒に並んで座っていた女だったそれから小部屋に閉じ込められて殺されたエバオリの女は静岡県の手前から豊橋駅の手前まで1時間半ほど彼の横に眠っていた女だった どちらの犠牲者も竜二の身近くに並んでいたというのはあまりに不思議な暗号だった警部さん見つかりましたよおももの赤側のトランクが網棚の上に乗っていました笠井由合子と名札がついていますおおそれはお宝だおももは確かにこの列車に乗っていたんだ行ってみようどの車だ ここの向こうの向う客車です。交尾から2番目の車なんです現場を検視するからまだ降ろしちゃいかんとそういえそれを聞いていた龍二は狐に鼻をつままれたような気がしたそれが本当なら実に変なことになる先刻彼が見たあの赤側のトランクは最後尾の客車の中にあったに違いないところが今の話によると 再び終わりから二両目つまりこの次の客車の棚に乗っているというのだ赤側のトランクが二つあるとも思われないなんだか客車が暗闇の中に幽霊のように消えてしまったりまたドロドロと現れてきたりするようでこんな不思議なことはないどうも飛んだ列車に乗ったものだそれは 皆、みないとこさんのせいだが。そうだ。いとこさんのせいといえば、あの二人の被害者のうち、どっちかが本当のいとこさんではなかったのだろうか。何かの事情があって身分を隠して乗ったところを、凶悪なる犯人に発見されて、惨殺されたのではなかろうか。もしそうだったら、ああ、なんという。 もしもしここのところは捜索所を少し開けておきたいのですがすみませんが向こうの方へ移ってくださらぬかねえ警官は龍二のところへ来て席を変えるように命じた彼は素直に立って通路を反対に歩いていったすると左側に空席があった見るとその前には、 最初に向かい合ったことのある極彩色花嫁が別に驚いた風もなく一人ポツンと座って動く警官たちを眺めていたロイドメガネの花婿殿はどこへ行ったか見えない彼はさっき鮮やかな手先を働かせて情を開けてみせたがその後も何かやってみせているのかしらそれにしても出しゃばりの花婿ではあるここは。 空いていましょうかね。と、竜二は花嫁に尋ねた。へえへえ、空いおりますじゃあ、かけさせてもらいましょう。どうぞ。そうやけど、あんさん、あんまり慣れ慣れしゅうしとくなはるのよ。うち殺されるのん嫌や,やさかいな。え竜<っ>二は、 こののんきらしい。花嫁からこの思いがけない。針のような言葉を聞こうとは思っていなかったので、ドキンとした。<laughs> 冗談ですがな、などうぞ。おかけ。隆二は二度びっくりして腰を下ろした。その時何が起こったのか、列車がガタンガタンと揺れた。同時に後部の客車の中で。 今までに聞いたことがないような大勢の怒号の声がした「諏訪こそ」と龍二は腰掛けから立ち上がったバラバラと警官が駆け出してきたえらいことをやった最後尾の客車が連結器のところから切れてぐんぐん離れていくのだ今こちらの列車も止まるが誰も下車させてはいかんぞ 前方の方から車掌の一人が真っ青な顔をして龍二の前を走り過ぎた仮面の花嫁。とうとう列車は運行系統から外れてしまった窓を開けようとしたが警官にどなられてしまった列車はゴトンと一揺れして いよいよいいい停車ししたらしいいつの間に帰ってきたのか極彩色花嫁の横にはロイドメガネの花婿殿がかばうようにして並んでいたメガネの底に彼の両目は軽々と輝いていたまるで別人のようだった彼の右手は内ポケットの中に入っていたどうやらピストルを握っているらしかった 隆二はその激しい剣幕に驚いて飛び上がった。逃げ出そうとすると。谷川隆二君ここにいた方が安全ですよ。動くと危ない。ロイド氏はいかめしい態度に似合わず、優しい言葉で言った。え。するとその時全部車掌がまた引き返してきた。 彼の顔はいよいよ青かった警官が何か言いかけると彼はええ一両残したままこっちの方はすぐ出ますあっちの方は警官隊の一部と非常招集された土地の若者とで囲んでいるそうですだいたい今の1両で圧巻団は逃げ去ったようですそう言って彼は 飛ぶようにして機関車の方へ急いだその言葉の通り列車は間もなく汽笛をぴょーっと空に放って静かに動き出した遅れた時間を取り返すらしくスピードはぐんぐんと上って車台は気味悪くブルブル鳴り響いたどうやらこっちの勝ちねそう言ったのは極彩式花嫁だった 関西弁丸出しのはずの花嫁が出し抜けに歯切れのいい東京弁で言ったものだから、隆二はあぜんとして彼女の顔を見つめた。もう大丈夫でしょう。いや、これで私のお供した会があったようです。と、大変低調な口を聞いたのはロイド・メガネ氏だった。隆二は二人が芝居を始めたのかと思った。さあ、谷川隆二君。 私と席を変わりましょうか。どうぞ、こっちへ。えこれは一体どうしたというのですははは、<laughs> まだお気づきになりませんかな。こっちがあなたのお待ちになった本当の花嫁様でいらっしゃいます。ただし圧巻の目をくらますために怪しい仮面をかぶっていられますがね。 それから申し遅れましたが、私はお供をしてきた私立探偵、ホ穂村総六と申す者です。ロイドメガネを外した穂村探偵は、リュウジを前にして機械なる夜行列車事件について説明した。その内容をかいつまんで言うと、まず、リュウジの花嫁であるいとこ城というのは、実は日本人ではなく、 同盟国満州帝国に席のある知らん姫というやんごとなき王族だった幼い時から日本に亡命していられたため語学にも学識にも長けていた最近姫は帰国されてある重要な任務に就かれることになっているがそれを非常に苦にしている一団があったその一団はどうしても今日の重要な地位を捨て自滅するか あるいはおぼつかないことだが変動へ逃げなければならなかったそれで姫をつけねらって暗殺を計画していたわけだったがたまたま姫が昨日19列車で花婿同伴採火されるということを聞き込みその腹黒い悪心が王子家けの暗殺団をその列車に乗り込ませたのだったその人員は大変なもので 急行列車の最後の車とその隣の車と都合二つの客車の中にほとんどいっぱいになるほどの大人数だったそうすることが我が関係の目をくらませ一番確かに暗殺できる手段だったから経費も構わずに決行したものだった姫はかねてこの危険があるを知り信頼する地友ムラ探偵の知恵を借りられたそこで穂村は 大胆にも手づるをたどり、暗殺隊が2つの客車を占領するについて関係から怪しまれないようにいろいろ風呂の仮装乗客を混ぜる必要を認めこのかかし役の臨時雇いの団員を密かに募っているそれに応募し姫と共に何食わぬ顔で加わったのだったそんなからくりがあったればこそ客車が消えたりまた現れたりしたのだった それは格別難しいことでははなかった。それは必要に応じ客車をそのままとしただ乗客と荷物とだけ2両目のと交尾のものとを大急ぎで引っ越しさせればよかった人間の目はうっかりしているから全体の客の顔と荷物とが前の通りの順序で並んでいると客車が変わっていても気がつかない何しろ客車というものは 双子を並べたよりもっとよく似ているものだったから2番目の乗客を交尾に移したわけは龍二が食堂から連れてきた助賊花嫁おももを知らん姫かと思いこれを刺し殺すためだったその凶行はあっという間に行われ死体はレールの上に投げ捨てられたすると龍二がまた3両目へ移って別の婦人と寄り添って眠ったりしたものだから 暗殺団はさっき殺した女が間違いでこっちの方を知らん姫かと思い彼女が便所に入って家から鍵をかけたのを見計らって列車の屋根に潜んでいた死角が例の綱を利用してその窓のところにぶら下がりガラスを壊すが早いかそこにおののいている飛び色のエバ織の霊状を刺し殺したのだった投げ捨てられた死体はシナの変動などとは違い 忠実なる線路甲府に発見されるところとなりすぐ警察へ急報されたそこですでに第2の殺人事件の前浜松駅から大勢の警官隊が乗り込んできたため暗殺団はいつ化けの皮を剥がされるやらわからなくなったと言って逃げようにも急行列車に乗っているので安全に逃げる手がないそこで大胆にも幹部連中は 最後尾の客車に移ると連結器を外して列車から離れ、幸い上り坂を利用して早く速力を落とした上、列車から飛び降りて、どっと逃げるという計画だったらしい。語り終わったところへ。まあ、お待たせして。ちょっと決まりが悪いものね。<laughs> <laughs> と言って洗面所から出てきたのは、 美しく化粧をした知らん姫のいとこだった彼女はどうしてあんな変な田舎女に化けていられたかと見違えるほど気高い姿に変わっていた龍二はうっとりと本当の花嫁の表を見つめていたがこの時気が付いてポケットの中から品川駅で預かった薄っぺらな紙箱を取り出した「そうそう。 あなたにお目にかかったらすぐ渡してくれと言われたものがありましたがこれですと言って一部始終を話した何でしょうかきれいな箱ですわねと姫が箱を手に取って開けようとすると横合いから穂村がつと手を出してひったくったそして声を励ましていった そのまま開けては危険です。これはこうして開けるのがいいです。そう言ってホムラはその箱を列車の壁にナイフの刃で止め懐からピストルを出すと少し離れてドンドンと箱の上に乱射した箱の表面はみるみる蜂の巣のように穴が開いたホムラはそっと開いてみながら ほらごらんなさい箱の中にはこんな危険なものが入っていましたよ体の小さい真っ黒なヘビですこれはご存知でしょうがシナ大陸にばかり住む恐ろしい毒ヘビですこれに噛まれたが最後1分間と命がありませんこれは暗殺団の一味が考えた最後の暗殺の手だったんです そのむらはピストルの音に驚いて駆けつけてくる警官たちを制しながらその場をそっと外したそれに代わって龍二と姫とはどっちからともなくピタリと寄り添いお互いの手を取り合った今生涯はうっすりとしらんで能美平野の夜はほのぼのと明け離れてゆく